はい、こんにちは、13ズヘアです。はい、今回は、アッシュですね、アッシュと、アッシュブラウン、この2種類を作っていきたいと思います。はい、ちょうど、まあ、赤みが出やすい時期なんで、色味としてはアッシュ系の色はブルーも入ってますんで、はい、なかなか使えるんじゃないかなと思います。はい、じゃあどんどんやっていきます。あ、はい、で、今回は分かりやすいように白い毛束でやっていきます。今回使うのは、アッシュを、まあ、作るんですけど、ホワイトと、あと、これですね、ホワイトと、あとはパープルと、あとはブルーです。これを混ぜて、アッシュを作っていきたいと思います。でアッシュブラウンに関してはそのアッシュに、ブラウンを混ぜて2種類やっていきます。はい、じゃあ、アッシュを作っていきます。最初に、パープルね、パープルを 3g で、次にブルー、ブルーを13g と、あとホワイトですね、ホワイトを16、はい、ホワイトを16です。これが、アッシュですね。であとはアッシュの、まあ、一回やってみてもらって色味がもうちょっと薄い方が良ければホワイトの量を足したり、まあ、あと逆に濃い方が良ければホワイトをもうちょっと減らすとか、ちょっといろいろやってみてもらえるとお好みのアッシュができると思います。でこのアッシュの色と、今日は、ここにブラウンを足した色ですね。で一体、アッシュが2に対してブラウンは1ですかね。今回はその配合のアッシュブラウンを、色を見ていきます。あ、水は、1対4です。パウダー1に対して、水お湯ですねを4対4でいきます。はい、こんな感じで上が、アッシュで、こっちがアッシュブラウンです。はい、もう色味が結構最初から違う感じに出てますけど、はい、これで、30分置いて色を見ていきたいと思います。はい、これが、今乾かした感じの色ですね。じゃあ順番に、はい、こっちか、はい、これがアッシュです。でこのアッシュに、ブラウンを足したやつですね。これがこっち、はい、並べるとこんな感じ。まあ、あとは好みなんで、濃さだったり、まあ、薄さだったり、あと放置時間だったり、はい、あとは水の、今回は1対4ですけど、シンプルにもうちょっと1対5でやるともうちょっと薄い感じにもなるし、この色味の感じで濃い方が良ければ
対比を1対3にするだけでも全然違う感じになります。はい、あくまで参考までに、まあおすすめです。で、BBK 入ってないんで赤みも出ないと思います。こっちで白髪やっちゃうとダイレクトにこのまんまの色なんで、さすがに白髪の量とか配分によってはかなり浮いちゃうんで、うん、こっちの方が赤みをだいぶ抑えたブラウンになります。はい、また、はい、写真を最後載せておきます。はい、今回これで終わりたいと思います。